こんにちは、速稼塾の久保です。人は恐怖によって動かされる。まあそれはね、吉田さんが言ったように心理なんですよ。マスクをしなければもしかしたら感染するかもしれない、させてしまうかもしれないという恐怖で人はマスクを買いましたけども、はっきり言ってマスクの荒い目ではウイルスは全部透過してですね、意味がないんですよ。全く意味がない。でもマスクをしてるということによって他の人へのアピールができるというね、二次的な効果がありますんで、未だに人はマスクをやめないんですよね。自分はちゃんと感染症の対策をしてますよというスタイルのために皆さんマスクするんですよ。でもですよ、一人でジョギングしてる時にマスクいりますかね。一人で運転してるのにマスクいりますかね。変わってますよね。で、国会議員の皆さん、毎日国会でやってますけども、誰も感染してない。これは一体と。いうことですよね。相当民間の人は気をつけてやってるんですけども、でも感染が拡大する。国会の方は超3密でやってるのに感染しない。不思議ですね。でね、今回お話したいのは年金と民間の保険なんですよ。これね、ささっと言うと民間の保険って掛け金の半分は会社の利益になってるんですよ。運用益が出てどうとか言いますけど関係ないんですよ。私たちが民間の保険に生命保険でも何でもいいんですけど払うと半分はそのまま取られちゃって、戻ってきても半分なんですよね。で、年金はですね、20歳から50歳まで、50年かけて70歳ぐらいまで払います。70歳以降はどちらかというともらう方なんですよ。で、20年間ぐらいもらいます。70から90としてね。そうすると50年かけて払って20年かけてもらう。でも70歳まで生きる可能性を考えると、やっぱりね、年金払ってもらえない人もいるんですよね。でも民間の保険会社は年金は崩壊しますよっていうふうに揺さぶりをかけて民間の保険に誘導するんですよ。なんか不思議なんですけども、日本って高額医療制度ってあって、通常のね、国民皆保険入ってればどんなにお金がかかっても医療費に10万円以上払うことはないんですよ。そっから先は保険が払ってくれるんですよね。でも入院保険とかバカ売れするでしょ。1日3万ですよとかね。だからこれはね、民間の人を恐怖に陥れて営業マンが上手なんでしょうね、きっとね。私は民間保険全く入りません。車の保険だけです。任意保険、だって健康保険入ってるんでいらないもん。でも多くの人はそんなことを考えずにやっぱ入っちゃうでしょ。生命保険とかがん保険とか全く意味がないです。国民皆保険だけで十分なんですよ。で、逆に年金はですね、払う意義があるんですよ。最もリターンの良いのが年金なんですよ。お話したように年金って50年払って20年もらう、このバランスがだいたい70歳のところが中央になってるんですよ。だから90歳まで生きる自信があるんだったらトントンですよね。で、払わないと強制徴収とかね、罰則まであるんでリスク高いんですよ。ということでね、年金は払って保険には入らないが正解だということでございます。よし。